ヨハン・ハインリヒビル・ヘルム・ティッシュバインはドイツの画家である。イタリア滞在中にゲーテと親しく交友し、ローマで描いたカンパーニャのゲーテが有名である。ティッシュバインとも、ヘッセンの灰画に生まれた。父親は画家ではなかったが、父親の兄弟のうち5人が画家になった一族の出身で、ティッシュバイン一族は3代にわたって多くの画家を輩出した。 兄に画家となったヨハン・ハインリッヒティシュバインの校長を務めたが、ナポレオン・ボナパルトのフランス軍がナポレオ王国を倒し、パルテノペア共和国が成立するとイタリアを離れた。1808年後はオルデンブルク大公ペーター一世議の下で働いた。1810年から自伝オース・マイネム・レイベンを執筆したが出版されたのは、 没後の1861年になってからであった。ショーペンハウアーチョ、意志と表彰としての世界にて、意識と苦悩の性ピレ釣り合いを見事に、具象表現しているとして、子をさらわれた女たちと子羊を奪われた親羊を、一画面に描いた作品についてが、知識を増す者は憂いを増すの言葉と共に、取り上げられている。ありがとうございます。